토소다 마무르 감독님을 소개합니다. 미래와 미라이 두 가지 의미를 가지고 있는. 예, 스고이 됐어. 가와이. 가와이 됐어요. 감독님이 가끔 아내분께 바라보는 건지. 저도 그런 생각 많이 드는데, 그 궁금한 게, 집에는 다양한 공간이 존재하는데 왜 마당이었을까 굳이? これはやっぱりその子供の身近に接してる絵本の世界、児童文学の世界っていうのはやっぱり庭がねすごく重要な意味を持つってのはまあそういうまあ子供の文化の中でのまあ文脈なのよ、コンテクストなのよ。 그걸 가져왔구나. 그러니까 오타리 뭐 고도 모노토키니 소유 에혼을 스고이 탁상 読んだと思うんだけど 와세테요 다게네. 아, 맞습니다. 맞습니다. 뭐 소칸가네 막 고래 뭐 막 고래 뭐 니와 니와다けど. 아, 맞아요. 니와다시네. 소소 민나 호나 고 植物 민나 니와다네. 아, 맞아요. 아, 그거를 한번 물어볼래요? 시선님이 아까 저에게 했던 질문인데, 호소다 마무르상의 그 영화는 뭐 한 사람이 인생을 담고 있다는 질문이 있었어요. 그 시간을 달리는 소녀 같은 경우는 연애를 하고 있고, 썸머워즈는 결혼을 하고요. 그리고 이제 늑대아이에서는 아이를 낳고, 그리고 괴물아이에서는 아이를 기르고 있죠. 그리고 미래의 미아이로 이르게 되면 이제 새로운 가족이 들어오고 기존 가족과의 어떤 긴장감 유지가 되죠. 그 느끼기에 이건 마치 그냥 한 사람이 연애를 하고 결혼하는 과정이 아닌가. 그러면 감독님은 곧 이제 할아버지가 되는 뭐 그런 마지막에 그런 영화가 나오지 않을까 이런 생각. 本当でもそれはねでもやっぱり そういう風なところに行き着くかもしれない。その人生っていうのはほらまだ僕らの知らないやっぱいろんな楽しいことがあるとしたら、それを味わいたいじゃないせっかく生まれてきたんだったら。ねえ、だからそういうことがなんかこうその映画でなんかこう体験できたらいいと思うんだよね。 映画ってほら自分が体験しなくてもほら人の人生を見ることによって自分が体験したような気持ちになるのが映画の楽しいことだから。だから多分きっと人生にはまだまだ楽しいことがあるはずだ。老人になっても楽しいことあるんじゃないかとか。まあでもどっちかといえばでも子供を表現するのが好きだけどね。老人もいいけどね。 그런데 이제 감독님 작품을 분석을 해보면요, 이 패턴이 있어요. 그러니까 감성, 액션, 감성, 액션. 뭐 썸머워즈, 액션, 그 늑대아이, 감성. 이게 반복이 되는데, 그러면 이번에 미래의 미라기에서는 감성이었단 말이에요. 다음에는 노인이 액션을 하는 애니메이션을 생각 중이신가? 노인가 더 가깝나요, 그래도. でもまあそうそうだからね、今度はだからね、今は全然全く未来とは違う。今もう考えてるけど、やっぱりおそらくアクションっていうか、もっと激しいものに多分なるはずっていう。ああ、でも綺麗で見た。でもそういうのがあるから、やっぱりこうじっくりとね、なんかこうドラマを描くっていうこともできるし、ドラマを軸描いてるからこそアクションも思い切りはっちゃけるっていうかね。 まあなんかそうやって表現することができるし、やっぱりなんかその両方を行ったり来たりしながら作りたいなっていう感じですよ。 혹시 그 작품이 3년마다 이제 반복되던데 이유가 있으신지? 3년 かかっちゃうんですよね。 쉬지 않고 바로바로 계속 만드시는. そうそうそう。だからもうそうなのよ。で、かかといって、ほらほら世の中には。 まあ例えば5年とか10年かけて作る1本作る人もいるでしょ。でもそうやってなんかこう思いついた企画がまあ古くなるっていうかさ、時代と合わなくなるんじゃないかっていう気がするよね。なるべく現代となんか合わせたやっぱテーマ、ここに素敵なテーマにしたいし、でもアニメーション作るのに時間かかるし、そのそうやってこうしてると3年になっちゃう。 なるべくやっぱり今までにないようなおもしろいなんかことをいつもやりたいなと思うんですよね。だって本当に4歳児のリアルな生活を描いた映画って世界の映画賞の中でそんな映画ないからね。ああ、そうですね。うん、사실 요즘에는 많이 없기 때문에 저도 되게 좋았다고. 네, 大好きでした。 だからそれで例えば
狼子供だってね、あのね、子育てするお母さんが主人公の映画なんてね、あるようでないんですよ、そんなの。映画の中でなんか参考にしようと思って探すじゃないですか。ないんだよね。じゃあ自分の母親の映画をどうやって作ればいいのかっていう参考にするものがなくてね、困っちゃったな。小説はあるけどね、でもなんかやっぱり映画はないんだよね。맞는것같다고。그리고이게정말궁금이제다시영화얘기로살짝들어가자면미래의미라이라는영화에서다양한에피소드가등장을하고있어요그중에서이제증조할아버지와할머니의사랑이야기달리기싸움으로결혼이결정되는에피소드인데도대체이얘기의출처는어디인가どうからっていうのはあれなのよそのうちの奥さんのおじいちゃんの話なんだよねそれ本当のそうつまり실제이야기実際の話本当にあった話なので僕それそのおじいちゃんのお葬式の時に聞いてなんで足が悪いのにかけっこに勝ったのか不思議じゃない不思議でしょだからどうして勝ったんだろうと思ってその真相はねその誰も知らないって親戚の人に聞いても誰も知らないってなっててきっとこういうことじゃないかっていうふうに表現したわけ마치이건토끼와거북이같은느낌도들어서굉장히재밌었다생각같은생각을했었거든요そうだからあれは本当のだから実話なんですよいわば아실화너무그래서저는아니이렇게재미있는에피소드를어디서가져왔을까そうそうだってああいう変な話って頭で考えて思いつくようなもんじゃなくてやっぱりね小説よりも現実はきなりっていうわけだから実際はそうかね面白いエピソードってあるよね제가어떤영화를봐도이런에피소드등장이없었다고팬분이질문해주신게호소다마무루감독님의작품은정말아이디어가이세상의아이디어가아닌것같다그러니까우주의아이디어같다는생각을했는데그런아이디어를내기위해서는어떤때아이디어가나오시는지또영감을어디서받으시는지いやこれもね絶対そのやっぱり自分の家族っていうか身近な人ですよあのね俺昔もっと若い時とか学生の時とかは自分の身の回りってつまらないと思ってて自分の身近なものよりもなるべく自分が遠いものが素晴らしいと思ったわけまあ例えばあの外国の映画監督の作品とかすごく大昔の画家とかの方が自分の身近なものよりも素晴らしいと思ってたわけだけど今はそうは思わないのよ身近なものの方に何か価値があるそれを見つけるのが勝負だっていうかさそれを見つけることが大事だと思うんだよなんでかっていうと要するに外国の映画監督や大昔の画家も結局は彼らの身近なものを描いてるに過ぎないってことが今だから分かるのね저는아직도멀리있는거에더심취해있는사람이라저는지금은더욱이하는게하수하수라고그건기분이되게좋았어요어릴때는그랬어요でもそれはだからでもそれはやっぱりあのなんていうのかな実は同じなんだよね実はやっぱ身近なものの大事なものを外国の人も大昔の人も描いてるに過ぎないよねそうそうそれは本当にねだからやっぱり自分もどうしてこんなに身近なことに影響を受けるんだろうと思うけどもやっぱりそれがそういうことなんだなと思うんだよね。그래서이번영화는뭔가그이전과달리그이전에는특별한상황에서일상적인걸발견했는데이번에는일상적인거에서특별한걸발견하는순으로바뀌었다고でもね、それはすごくね、大事だと思うんだよね。僕やっぱりそれはね、多分見てる人が自分の日常を肯定的に見てるか否定的に見てるかっていう違いはあると思うんだよ。否定的に見てる人は自分の日常ってつまらないと思ってるとつまらないと思うわけ。だけどもっと日常を大事に生きてる人ってその中できっと大事なものを見つけるんじゃないかと思うんだよね。でそういうことについての映画じゃないかなっていう。だってさ、だってすごい冒険もなければ事件、大事件も起こらないでしょ。なんか何も起こらない映画じゃないかって。그렇지만재밌죠。그래서저같은경우는
아마도 대부분 팬들이 이전 작품과 달리 뭔가 흥분하는 부분 없겠지만은 영화가 끝나고 나서는 좀 자리에 앉아 있지 않을까. 아 많은 분들이 이 작품 정말 봤으면 생각이 들어요 진짜. 本当に それよりは本当に例えば子供と過ごす日常だけじゃないそのなんだろうな 恋人と過ごす日常でもいいし親と過ごす日常でもいいし友達と過ごす日常でもいいしその日常の中にやっぱり大事なものってそれぞれあると思うからそういうことのまあ豊かさみたいなものをみんなねなんかすごく実感してもらえるといいなと思うんだよね。 처음에 영화를 보고 나서 살짝 감독님 말씀하신 것처럼 좀 밋밋한 부분이 있었다고 생각할 수도 있었는데 저와 비슷한 감정을 느끼신 분들도 계실 거고 호소다 마모르 감독의 전체 작품을 보고 그리고 이 작품이 흘러가는 미래의 미라이까지 같이 보시면 마치 한 사람의 성장 과정을 같이 공유하면서 보면 좋지 않을까 하는 생각이 들었습니다. 그러면 이제 마지막으로 호소다 마모르 상께서 한국에 이제 아이를 키우고 있는 그런 부모님들에게 조언을 한 마디. 本当にもう好きに座ってる。まあでも一つあるとすればあれだよね。子供がねやっぱりこのなんかこうなんていうのかな子供にこの世界のことを信用してほしいと思って作ってるっていうのかな。 なんかちゃんとこう安心して育つことができる世界ですよってことをなんか思ってほしいなとはどの作品でも思ってるのね。つまり子供がなんだろうなこうちゃんとこのねこの世の中がもっとこうなんかねあのなんていうのかなこうあのちゃんといいものだっていうかさことを思ってくれないと困っちゃうっていうかさ。 だってニュースとか見てるとこではなんかそういうふうに思えないことがいっぱい起こったりするじゃない。これから世の中どうなってくんだろうとか未来って暗いんじゃないかなっていう思うような出来事がニュースを見てると多いでしょ。だけどもでも映画の役割ってそうじゃなくてもっと世の中をもうちょっと信用してみていいかなって思うような希望みたいなものを描くのが映画の役割特に子供に対して まあ子供に見てもらうような映画ってそういうものが大事だと思うのでそれを感じてもらえたらいいなと思うんですよね。 그게 이번 작품에도 들어가 있는 예,そうです,そうです,そうです. 가족들이 함께 봤으면 너무 좋을 아, 너무 좋겠다 생각이 들어서 제가 그 의문을 품고 있었던 게 많이 있었는데 단지 이 인터뷰를 위해서뿐만이 아니라 제 개인적으로도 존경한 분이 많이 풀려서 미래 미라이가 블루레이로 나오면 저도 그때 다시 한번 또 보는 생각했습니다. 근데 뭐 알겠어. 1월 16일 공개라서 블루레이의 앞에 진짜 영화관에 다시 한번 봐 주시고 싶어요. 아, 그건 당연하고. 그건 당연하고. 한국에는 이런 속담이 있습니다. 옷깃만 스쳐도 인연이다라는 말이 있습니다. 아, 네. 저희가 이렇게 만난 시간이 굉장히 영광이고 또 저희가 인연으로 생각하면서 네. 앞으로도 한국인 그리고 저희도 마모르 감독님의 작품을 네. 앞으로 네. 네. 함께 응원하겠습니다. 네. 감사합니다. 너무 감사합니다. 너무 아리가토. 너무 아리가토. 감사합니다. 너무 감사합니다. 감사합니다.